国際的な新聞半径の比較タブロイドとは新聞半径の一つである。もともとこのサイズを採用していた新聞がセンセーショナルな事件報道やゴシップ報道などに力を入れる大衆紙であったことから転じて大衆紙の報道スタイルを指すことしても用いられる。英国各市国際的にはおよそ 285-400mm 前後の半径をタブロイド版と称し、 大型の新聞半径である、ブロードシート版や、ノルディッシュ版にちなみ、ハーフイコールブロー、ノルディックハーフなどと称する場合もある。ハーフベルディナー版を、抗義のタブロイド版に含める場合も見られる。日本では、主に臨帝印刷機に用いるロール紙の国内、ローカルサイズに基づく版型である、ブランケット版の半分に当たる 273-406mm をタブロイド版と称している。 1880年代後半にロンドンとアメリカ合衆国に本社を置く製薬会社であるバローズウェルカムカンパニーがそれまで一般的だった小薬を圧縮成形して服用を容易にした固形製剤の錠剤を開発しタブロイドの商品名で発売したタブロイド錠剤はイギリスで広く普及したことから1914年にソッピースタブロイドと 小型服用スポーツ飛行機の機種名に取られるなど20世紀初めにかけて小型のものを示す言葉としてタブロイドが流行し紙面など内容をまとめて簡略化した短い報道記事もタブロイドと称された1896年にイギリスで最初の大衆紙としてデイリーメールが創刊される1918年にイギリスで新しく作られた小型の新聞半径が タブロイド版と名付けられ、ザさん、デイリースター、デイリー、ミラーなどにタブロイド版が広く採用された。これらの新聞は後に大事が赤いことにちなんで、レッドトップスと呼ばれ、犯罪やスポーツ、性、ゴシップ記事などを巨峰も交えて戦場的に報道することで部数を獲得する編集スタイルを現代に至るまで貫き、名誉毀損で訴えられるケースも少なくない。結果として、 イギリスでは、これらの報道機関や、報道姿勢を示す言葉として、タブロイドプレスの子が定着した。アメリカ合衆国でも1920年前後に、タブロイド版を採用した、デイリーニューズ、ニューヨークデイリーミラー、ニューヨークイブニンググラフィックの各紙が誕生し、当時の大手メディアが集文と考え避けていた、犯罪報道や性、ゴシップ記事を競って掲載したが、アメリカでは、 戦場的な加熱報道は次第に影を潜めた。20世紀後半になると紙面改革に取り組み始めた欧米の高級紙が通勤中にも読みやすい小型の半径としてタブロイド版に着目した。1970年代にイギリスのデイリーメールとデイリーエクスプレスがブロードシート版からタブロイド版に移行しデイリーメールは 旧来のレッドトップス氏のイメージから脱却を期として新しい版型にコンパクト版の名称を提唱した。小型の半径は現代的で特徴的な紙面作りに有利で、イギリスでは2007年以降にスコッツマン、タイムズなどが相次いでタブロイド版へ移行して紙面デザインを刷新した。アメリカでもニューヨークポスト、フィラデルフィアデリーニュース、 ボストンヘラルドなどがタブロイド版へ移行したが、地下鉄版や地方版だけをタブロイド版にしている社もある。タブロイド版の小ささを避け、イギリスのガーディアンやフランスのルモンドなど、タブロイド版より一回り大きいベルリナー版で紙面の小型化を実現する社も増えている。レッドトップス氏コンパクト氏、ありがとうございます。